皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。今回はゆいちゃんのレッスンです。はい、麻布十番にあるマイゴルフレンズさんにお邪魔しています。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの24時間無人で、無人365日、はい、行ってます。練習ができるゴルフレンズです。こんな感じで。1打席です。完全個室。完全個室。1打席です。はい、タイム募集してるので、ご興味ある方、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今回のレッスンは何でしょうか、ゆいちゃん。今日はアイアンのミート率を上げていこうっていう。おー、アイアンのミート率上げる。アマチュアの方ってこう9番とかピッチングとかは結構ちゃんと打てるけど、うん、5番アイアンとか6番アイアンになると急に当たんなくなっちゃう人とかが多いと思うんで、うんうんうん、まあ、それの練習方法をやっていきたいなと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあこれ多分前ちょっとやったかもしれないんだけど、うん、一番簡単にミート率を上げていくレッスンっていうか、はい、ドリルはもうだウッドかな、ウッドでやったと思う、うんうん、キーアップしてるっていう、このもうこれぐらいまでキーアップしてフルショットじゃなくてハーフショットぐらいのやつ、結構上げてるな。でこの時にちゃんと面でボールをしっかり捉えられないと、すごいボールが変なとこに行くし、打ってる人が多分一発で分かると思う。あ、今めっちゃ変な当たり方した、例えば左ってなったら、あ、すぐに見えるし、これを今私が振ってるぐらいの感じで振ってほしい。ハーフショットぐらい、うん、本当にハーフショットぐらいで練習するっていうのが一番分かりやすい、うんうんうん。で、まあ、意識的な話をすると、うん、アイアンのミート率が下がっちゃう人ってしっかりこうインパクトの時にボールを捉えられてないっていうことなんで、うん、まあ、例えばよくあるのは煽り打ち、煽り打ちああ、すくい打ちね、うんうん、になっちゃう人が結構多いと思う、うん、で、とりあえずアイアンは目線こうラウンドとかでアイアン打ちます。狙った時に目標物見た時に目線を落としてみてます、うんうんうん、目標が上に行けば向くほどこういうの、あ、人間って潜在意識すごいんで、うん、例えば池嫌だなとか、うん、あ、OB 嫌だなと思うとなぜか池入っちゃう、なぜか OB 打っちゃう、それでも、あ、嫌だなって頭の中で思ったら、うん、それがすぐ残っちゃってそこに意識がかかっていく、うんうんうん、なのでできるだけアイアン打つときは、まあ、中弾道ぐらいの距離で、あ、低く出すようなイメージで、そうそうそう、目線を低く見るっていうのと、うん、肩のトップからインパクトの距離に左肩がパンって上がりすぎちゃうと体も一緒にポンって浮いちゃう、うん、で結果的にこういう機械に当たりそう、うん、こういう打ち方、うんうん、左肩がここに上がっちゃうね、とさっき言ったこういう状態に、うんうんうん、で上からきちっと打ち込めなくてボールが振った時にしっかりミートしないっていうのが多いと思うので、自分の肩位置ができるだけ動かないよ。ああ、本当だ、グリップの内側が振ってあがったりとかすると良くない。おお、なるほど。っていうのが大事かなと。はい。じゃあ、できるだけそのフェースの面を意識しながらしっかりゴールに当てて、まあ、このドリルがこのティーアップして打つっていうのが本当に一番いいと思う。うん、結構です。ちっちゃい時からやってたし、プロの方とかも全然やる、そうだよね、よく言うよね、ドリルなんて、はい、あんまりこう難しいことをやろうやろうと思うとそれだけこう複雑になっていって余計分からなくなってしまうので、うんうんうん、一番分かりやすく簡単に体感できるので、なるほど、ぜひやってみてください。はい。
わかりました。はい、ということで今回はミート率を上げる練習方法と目線のポイントを教えていただきました。皆さんもぜひやってみてください。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。